宇宙世紀元年、地球環境の深刻な汚染に危機感。しかし宇宙化、地球の環境汚染、一部の特権界スペースコロニーで生まれ、これらの事実は一般大衆。宇宙世紀、未だ自然豊かな南太平洋の地、オーストラリア大陸のアデレートにおいて、連邦政府がそれに対し、
甘いね。実力の差っていうのを教えてあげるよ。投降を勧告する。抵抗すれば容赦はしない。ようやく奴らも。足止めさえできれば問題はない。無駄だ。体制に含まれる毒は浄化されなくちゃならないんだよ。人の犯した過ちはマフティが粛清する。なしはしない。この程度の粘土なら大したことはない。決めてみせる。お前らに千年。
アデレートに集結した連邦軍、自分が今日まで、それについてはにもかかわらず、連邦政府は反省の色も見せずに、ここアデレートではさらに今回のどれだけの考えて特権か地球に戻る。9世紀の最後の1世紀だけで急増した人類が地球そのものにも、人類が宇宙に出て1世紀経って今日に至っても、それはそうです。なのにその前、それ閣僚か、この放送、これ以後、しかし関係、その後にアデレートから出る。クエスか、なんで邪魔をするんだクエス。あんたは私と一緒に行くんじゃなかったの？クエスは求めすぎたんだ。その上で僕から逃げていったじゃないか。誘う権利なんてクエスにはないんだよ。アズナブルを愛した女の出来損ないが言うことか。
星に含まれるのも。これは警告を聞き入れなかった罰だ。粛清させてもらう。怪盗の岩兵、
こんな奴ばかりなら。そろそろ遊びは終わりにしよう。
の実力。まだやることが残ってる。すぐ楽にしてやる。これ以上はやらせない。今だ、待ってる。無駄なんだよ。間違いは正さなければならない。こいつ、小賢しい真似を。マフティー・ナビーユ・エリンことハサウェイのあの捕縛によってアデレートでの戦いは収束していった。指導者を失ったマフティーの組織は地下に潜り、ハサウェイには銃殺権か。死ぬぐらいはみんながやってきたことだ。僕にだ父さん、この結果自分のねクエスパーの時夢だったな。ハサウェイ個人にそれと引き換えにケネス巡将。ああ、俺は。お待たせしました。今しがた。まさかマフティーを打破できたというのに、ケネス巡将は辞職願をお出しになったとか。閣僚の大敵の主力源に。ああ、艦長は、ええ、どこで作る製造あの作りは。艦長はそうでもある。そしてガンダムも。しかしそのそういうものですか。一方、ギギにもハサウェイが捕らえられ処刑されることが知らされ、最後に一目だけで。なんで、なんでハサウェイのお父さんもいるの。どういうことなのケネス。ギギ、本気なの。ノア大佐はマフティがハサウェイとは処刑だ。そんな、そんなこと。俺がハサウェイ、ノア大佐。ハサウェイがお…そういうやつ。最後、私男の仕事。大佐、今は女はだ。そしてマフティー・ナビーユ・エリンの正体がハサウェイ・ノアであったと報道されたのだ。ケネスの後任で南太平洋管区の司令官となったブライト・ノア大佐が
その処刑を実行したとも。人とは連邦軍の閣僚。この事件の後、日本は人も少ないし、今の連邦政府がなくなった。そのために次のマフティ100年後かもしれない。シャアやハサウェイ、アムロでもいいな。そんなのが復活するような組織を作ってみたい。そうね。これで彼のハサウェイの名はマランビジーとなって、マランビジー、少女ギギ・アンダルシアが形容した枯れることのない時にマフティ・ドーランと呼ばれ、you